皆さんこんにちは、所長です。テンソル RT は大変素晴らしい拡張機能なのですが、インストール周りでやはり癖がありそうですね。当チャンネルでは前回の動画の手順で問題なくインストールが行いましたが、利用している環境により対処方法が複数あるようです。英語なのですが、対処方法をまとめた情報ページが上がっていましたので、概要欄にもお知らせしておきます。さて早速ですが、今回はテンソル RT 環境をもっと利用しやすくしようという内容となります。この環境ではローラの移行も行えるのですが、同時に利用できるローラは一つのみとなります。これでは全くと言っていいほど扱いづらいため、複数適用させるという手順について解説します。といっても少し力技で、利用したいローラをあらかじめ利用するモデムに焼き込み、これをテンソル RT 環境に持っていくという流れです。今回焼き込みに利用するのはこちらの拡張機能、スーパーマージャーとなります。こちらの拡張機能はモデル同士やモデルとローラ、ローラ同士などをくっつけることが可能になります。早速環境を構築していきます。いつも通りエクステンションズタブ、インストールクロム URL よりこちらの URL をコピーし、インストールボタン、 UI の再起動後にこちらのタブが表示されていることを確認します。さて今回はローラ2つと以前テストで作った身体的な特徴が変化するリコを1つ、合計3つのローラを適用してみたいと思います。ひとまず適当なモデル、適当なローラを指定して通常通り作成します。リコで作成した体の一部が大きくなるスライダーローラと、目がぐるぐるに変化するローラを適用しています。これらをまずモデルに焼き込むところからスタートですね。スーパーマージャータグをクリックし、チェックポイント A にオトロモデルを指定。最初にリコを焼き込みたいと思いますので、ファイル名には分かりやすくこのように書いておきます。次に画面下部のローラ一覧より焼き込みたいローラをチェックします。チェックすると上部のローラネームのところに文字列が現れますので、適用させたい重みを数字で指定します。その他の設定はそのままで、上のマーリトゥーチェックポイントボタンをクリックします。セーブドインというメッセージになればマージ完了ですね。さてチェックポイントを再読み込みするとマージされたモデルが現れますので選びます。先ほど初期生成したプンプトから焼き込んだ部分、リコの部分ですね、これを削除して生成します。どうでしょう、問題なく生成された模様です。さて同じ要領で再びスーパーマージャータブに移動し、チェックポイント A に先ほどマージしたモデルを指定。今度は目をぐるぐるにするローラと重みを指定し、ファイル名を適宜書き換えます。再びマージトゥチェックポイントボタンを押すことで、リコとローラが混ざったモデルが完成します。さて先ほどと同じように作成したモデルを指定し、ぐるぐるを指定するローラもこのようにプロンプトから削除して生成します。問題なくモデルが完成しました。さああとは前回の動画でもご説明させていただきました通り、最後に作ったこのモデルで TRT の生成を行います。利用したい解像度等を設定し、エクスポートエンジンボタンですね、ログに Save to Disk と表示されれば変換完了です。プロンプトは同じで、今度は Tensor RT 環境で生成します。こちらも問題なく爆速生成できました。さてここまで来ましたら、あとは最終工程です。最後に適用させたいローラを TRT で利用できるように変換を行います。ちょっと分かりやすいローラがありませんでしたので、適当にこんなのを見つけてきました。最後に作ったマージモデルを指定し、利用するローラを指定し、 Convert to Tensor RT ボタンをクリック。こちらで生成したローラは SD ユネットに現れますので、こちらを指定します。あとはローラ入手ページのプロンプト参考例に沿ってプロンプトを追記して生成。こんな感じで体の一部が大きく、目がぐるぐるで、ランドセル背負った子が生成されました。でここからポイントというか所感なのですが、おそらく混ぜ込むローラの順番も結構重要だったりします。元のモデル全体に次の要素で変更を加えるため、影響範囲と申しますか、またがるローラの層が広いものから適用し、影響は局所的だけど変わってくれないと困るみたいなローラのマージは後に持っていく感じでしょうか。またこれも当然ですが、ある程度固定したい要素を先にマージしておき、TRT 変換で利用する最後のローラはその種類を変えて確認したいものにするというところかと思います。といってもいちいち TRT 変換しないといけないのは同じなんですけどね。はい、今回は以上となります。あとおまけでも何でもないのですが、
テンソル RT へのモデル変換時に指定する解像度について、こちらの縦と横の数字は64の整数倍じゃないとエラーとなります。 512×768 とか 1024×1536 な2対3の画像なら何の問題もないのですが、16対9の画像を作りたい場合フル HD ですね。 SD1 系列の適正解像度付近の16対9の解像度で、かつ64の倍数で割り切れるとなると条件がきついので、もし16対9を視野に入れられてる方はこのような設定がおすすめかもしれません。 768×448 の場合、64の整数倍、これを2倍にしても条件は同じ。ハイレゾで2倍にすると 1536×896 となりますね。これは16対9の完全な形ではないのですが、あとはエクストラズタブなので 1.25 倍とかにすると 1920×1120 というサイズになりますので、適当な編集ソフトで高さだけクロップされるか、同じくエクストラズタブで無理やりフル HD にするかとかで一応対応は可能です。今後も AI による画像生成関連に動きがございましたら当チャンネルでご紹介させていただきます。チャンネル登録・高評価ボタン引き続きよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。所長でした。バイバイ。